今回は新選組の過去と、新選組主要キャラの過去まで紹介していくぜ。新選組を徹底解説というわけね。ああ。新選組は銀魂の中でも最も人気があり、また物語に深く関わる組織ということもあって、面白くも深い歴史があるんだぜ。なお、今回はコミックス59巻から61巻で書かれたさらば新選組編までのネタバレを含んでいるので、まだ読んでいない方は閲覧注意だぜ。それじゃあ、行くぜ。まずは話を進めやすくするために、おさらいも兼ねて主要キャラの過去を紹介していくぜ。お願いするわ。まず紹介するのは近藤勲だぜ。近藤は江戸に屯所を構える武装警察、新選組の局長を務める人物で、男気にあふれ、新選組大使からは熱い支持を得ているぜ。そんな近藤の過去なんだが、近藤の実家は剣術道場だったんだが素行が悪く、一度は勘当されてしまうんだぜ。その時に、自分を受け入れてくれる神社の宮司に出会い、心を入れ替えることになるんだ。しかし、恩を返そうと高利貸しから宮司と神社を守ろうとしたことが裏目に出てしまい、神社は放火されてしまって全焼。このことから近藤は神社に出向くことはなくなり、実家にて剣術の稽古に励むようになったぜ。その後実家の道場を継ぎ、稽古に勤しむ中で行き場がなくさまよっていた土方藤四郎と沖田宗吾らを門下生にし、武州の田舎から江戸へと旅立つんだぜ。昔は素行が悪かったなんて、今の近藤さんからは想像ができないわね。今では多くの問題児をまとめ上げる立場だもんな。しかし、こういった過去があったからこそあるガキたちの気持ちもわかり、寄り添うことができるんだと思うぜ。なるほど、あの器の広さも納得だわ。次に土方藤四郎の過去を紹介するぜ。土方藤四郎は新選組の副長を務める人物で、鬼の副長、新選組の頭脳と呼ばれ、恐れられているぜ。上も下も問題児だらけの新選組を副長として支えている土方だが、そんな土方の過去も壮絶なものだったんだぜ。土方は武州の名家である土方家の妾の子として生まれ、そのことから隠し子として表には出れない幼少期を過ごしたんだぜ。そんな中、母と父が他界してしまい行き場をなくしてしまった土方は、土方家の長男、つまり腹違いの兄である為五郎に引き取られることになるんだ。為五郎はかなりの人格者で、年の離れた土方を息子のように可愛がり、土方も為五郎のことを父親のように慕って懐いていたんだぜ。しかしある日、家が野党の襲撃に遭ってしまい、その際、土方をかばった為五郎は両目に傷を負ってしまい失明してしまうんだ。逆上した土方は野党を撃退するんだが、そのやり方があまりに残酷だったため、土方は家族から恐れられるようになってしまい、家を出ることになるぜ。その後、自暴自棄になり、チンピラ相手に暴れ回っていたところで近藤勲と出会い、同門の弟弟子となり、近藤と共に江戸へ出るんだぜ。確か、江戸に上京した後も兄の為五郎には定期的に手紙を送り続けていたのよね。ああ。それは後に紹介するバラガキ編にて判明したんだが、この話は涙なしでは語れない銀魂屈指の名シーンなんだぜ。為五郎と近藤勲、どちらでも欠けていたら今の土方の存在はありえなかったのよね。その通りだぜ。そして、意外にも沖田宗吾の姉、沖田三葉に恋愛感情を持っていたという過去もあり、三葉も土方に思いを寄せていたことから武州時代に彼女に思いを告げられているのだが、血の中で生きる自分が彼女と生きることはできないと、あえて冷たく突き放していたぜ。そして時が経ち、三葉は貿易商の倉場東馬と結婚することになるんだが、実は倉場は新選組が着るべき悪党だったことが判明。病に倒れ、先が長くない姉に最後まで幸せでいてほしい宗吾と対峙することになるが、土方は三葉のためにも自身は自分の正義を貫くべきだと考え、単独で倉場の元へ乗り込み交戦。その後、後から駆けつけた銀時らの助けもあり倉場らを撃破するのだが、戦いの後、三葉は息を引き取ってしまうんだ。三葉の死に際に立ち会えなかった土方は、病院の屋上で三葉の好物である激辛せんべいを食べながら、カレー、辛すぎて涙出てきやがったカレー、と涙を流したんだ。この時に土方がつぶやいたカレーという言葉が、辛いとも辛いとも読めて、二つの意味を含ませた切ない演出だとファンの間では話題になっていたわよね。アニメでは辛いと発言されており、発売されたコミックスでも辛いと振り仮名表記がされていたみたいなんだが、連載されていたジャンプでは辛いに振り仮名表記がなかったことから話題になったらしいぜ。次は新選組一番隊隊長、沖田宗吾の過去を紹介していくぜ。沖田は幼い頃に両親を亡くしており、唯一の肉親である姉の沖田三葉に育てられるぜ。そのことから沖田は三葉のことを心底慕っており、極度のシスコンだったんだ。実は沖田は子供の頃から近藤の道場に通っていて、幼い頃から才能の片鱗を見せ始めていたんだぜ。そして、その頃から沖田自身が慕っていた近藤や、三葉の隣にいつの間にか存在していた土方のことを嫉妬の眼差しで見ており、土方から近藤の隣である、新選組副長の座を奪い取ろうとしているんだぜ。
でもなんだかんだ言っても沖田は土方のことを慕っていて、副長である土方の指示があるまでは動かないなどという発言もしているわよね。喧嘩ばかりだけど、心では尊敬し合っている本当の兄弟みたいな関係性なんだぜ。そして、三つ葉編にて唯一の肉親である三つ葉が病に倒れてしまい、一時は道を踏み外してしまいそうになるが、近藤と金時の支えと、土方との衝突を経て立ち直ることができ、土方との間にあった三つ葉に対する思いからできたわだかまりも少し晴らすことになるんだ。三つ葉編は沖田と土方の絆を確実なものにしたから、新選組ファンからしたらとても大切なエピソードよね。最後におまけ程度に、斉藤志丸の過去について紹介していくぜ。斉藤は新選組3番隊隊長を務めている男だが、初登場が第488軍ということで、割と物語後半での登場となっているぜ。そのことから、新選組に入隊したのは最近なの？という声もたまに見られるが、実は斉藤は近藤や土方、沖田とは長い付き合いで、新選組結成以前からの古参メンバーなんだ。空知先生によると斉藤は浪士組召集の際、近藤たちと一緒に江戸に向かう予定だったらしいんだが、うっかり寝坊してしまい、置いていかれたと述べているぜ。そのことからも、近藤らと共に武州から出てきたメンバーだと考えられるんだぜ。斉藤は沖田からも一目置かれる実力者で、あの桂小太郎と互角に打ち合っていたぜ。さらに沖田からは島る兄さんと呼ばれていることから、沖田からは幼い頃から慕われているとも考えられるぜ。若く見えるけど、少なくとも沖田総合よりは年上ってことなのかしら。沖田が18歳だから、斉藤は19歳以上だと思うぜ。しかし近藤と土方からは島ると呼ばれているので、その二人よりは年下か、土方と同い年ではないかと考えられているぜ。謎多きキャラで出番も少ないけど、初登場直後の人気投票で11位にランクインするほどの大人気キャラなんだぜ。簡単に主要キャラの過去を紹介したところで、次は新選組の過去を紹介していくぜ。新選組は武州の剣術道場から始まったんだ。その頃、当主だった近藤に惹かれて集まった土方や沖田ら門下生と共に、一旗あげようと江戸に上京したことから始まるぜ。その後、江戸を跋扈する上位志士との潰し合いを目的として、佐々木伊三郎によって立案された浪士組に姿を見せ、数多くのならず者たちが争いを起こす中で、近藤たちは真面目に剣術を磨くために素振りをしていたんだ。そんなある日、浪士組の対象になるべく次々と流派を潰し、チンピラ集団の中でも名を挙げていた、マウンテン崎に目をつけられてしまうんだ。ちなみにこのマウンテン崎は、現在の新選組観察型筆頭、山崎下がるだぜ。あの地味さナンバーワンの山崎にこんな派手な時代があったなんて衝撃的だったわ。近藤はマウンテン崎には見向きもせずに、誇りのために、どんなに崎に攻撃をされてもやり返さなかった男を、俺たちの対象になる男かもしれないと解放。それに激怒した崎は近藤に攻撃を仕掛けようとするが、土方と沖田の渾身の素振りに蹴をされてしまい、あっさり敗北。そこでマウンテン崎改め山崎下がると名乗り直したんだ。そんなこんなでまとまりのなかった浪士組の大使たちが近藤を筆頭にまとまっていき、いつしか近藤は浪士組の大将となり、近藤の自分だけの真の道を選び突き進め、という思いが込められ、浪士組という名前から新選組という名の組織となったんだぜ。そんな中、当時の幕府にとって邪魔者である一橋親子の暗殺計画が浮上。その計画の内容は、一橋親子が視察のために遠征をする道中に暗殺を実行し、護衛に新選組をつけることによって、一橋親子暗殺の責任をすべて新選組に背負わせ、捨て駒にするという計画だったんだ。そんな計画を知った佐々木伊三郎は葛藤の末、新選組と暗殺のために手を汚そうとしていた子供たちを救うことを決断。一橋親子が乗るはずだったカゴに替え玉として松平片栗粉を乗せ、暗殺を予定していた子供たちがカゴを襲う前に、あえて一橋公園生の噂を上位師に流布することにより、先導することで暗殺より先に上位師が新選組らを襲撃するように仕向け、暗殺計画を未遂に終わらせることに成功したんだぜ。つまり、あれだけ新選組と対立していた佐々木は過去に新選組のことを守っていたというのね。ああ、それどころか、佐々木がいなければ新選組という組織すら誕生していなかったんだぜ。しかしそんなことを知る由もなく、新選組と佐々木伊三郎が率いる見回り組は長らくの間敵対関係になってしまうんだぜ。じゃあ、佐々木が新選組のファンと公言していたのは嫌味でもあり、本心でもあったというわけね。そういうことだぜ。そして上位志士から一橋親子改め松平片栗粉を救った功績を認められ、江戸の治安を守る特殊警察として活動していくことになったんだぜ。そう考えると、田舎から刀一本で上京してきた男たちがここまで大きな組織に育て上げるってかなりすごいことで、
佐々木と近藤という二人の男の正義がなければ、今の新選組の存在は絶対なかったのよね。そういうことだぜ。まあ初めは器としての新選組だったが、そこから大使たちの江戸を守りたいという思いが強くなっていき、その気持ちから本当の意味での新選組が誕生したとも言えるがな。今回はここまで。新選組には銀魂でもトップクラスの人気を誇るキャラが多く、とても魅力的な組織なんだぜ。そんな新選組の好きなエピソードや推しているキャラクターがいれば、ぜひコメントで教えてほしいぜ。沖田総吾と土方藤四郎は公式の人気ランキングでも2位と3位を獲得するほどの人気キャラだから、沖田、土方推しのコメントがダントツで多そうね。ランキングでは何とも言えない立ち位置だが、近藤勲が誰よりも熱くて優しい男だと私は知っているぜ。斉藤志丸と山崎下がるも忘れてはいけないわね。チャンネル登録といいねもよろしくね。それではご視聴、ありがとう。キビ運行。